今日もね、トークライブでしかね、言ったらかわいそうかなとかっていうことってあるじゃないですか。いつも鼻毛出てんなとか、例えばね、友達とかに。例えばね。でも、言ったら傷つくやろから言わんといたろうとかあるよ。別にあなたが鼻毛出てるわけじゃないんだけど、今日お前にちょっと、こういう機会、いつもね、トークライブの時に、お前あれなんなんっていうのをね、ちょっとね、定義させていただくんです。それを3つほど持ってまいりましたんで、このトークライブ中の中で3つほど出るタイミングが決まったらすんじゃない。いや、いくらさ、傷つかん用意はできてますん。いや、できて、どうせしょうもない、なんかコーンスープ一気飲みとかのやつ。めちゃくちゃ恥ずかしいで、たぶん。どうでもよ。こいつね、コーンスープ一気飲むんですよ。ガブガブね。迷惑かけたか、誰かに。いや、だってコーラみたいに飲むのよ。コーンスープ。気持ち悪いよ、あれ。迷惑かけた。だからみんなもカップのやつやと思ってやん。そのコーヒーカップみたいなのに入ってるコーンスープやと思ってるけど、平たいからな。まあ、平田、坂崎あれは嫌じゃないよ。サイゼの厨房揺れとった。どうでもよ。サイゼの厨房揺れてました。で、全員こっち見てる厨房。ちょっとね、ほんま気づいてないと思うから、すぐに否定すんのはやめて。わかった。そうなんてなると思う。何？要は二人で歩くときあるよ。キモいコンビやな。まあ二人でね、普通に歩いてるときあるやんか。あるよ。なんで近づいてきてぶつかんのお前。ルンバ近づかな、もう行ったらあかん距離やって、わからん。こうやってなんかこうやってお前近づいてんの。何回もぶつかってんねん。気づいてる？いや、気づいてない。バチでおっちょこちょい。バチでおっちょこちょいね。ええことじゃん。でも愛やん。いや、じゃあそれだから俺やったらええんよ。支配人やったらどうする？なんで俺支配人と二人で歩く。いや、さ、あるやろ、支配人と歩くとき。ないよ、そんな瞬間。で、それさ、知らん人やったらどうなってんの？そのぶつかりまくってんのも。なんでその。じゃあ、信頼ありきよ、多分。だから、そう、お前のことを愛しているからこその。は？愛落とし？愛で落とした、今。愛。ムニエルなんすけど。ちょっとごめんなさい。ニュアンスの爆弾落ちました。ごめんなさい。頭悪いかなと。ごめんよ。さすがにね、俺結構ね、パッと思いついたことで、言っていいことかあかんことか判断なしで口に出すんですけど、それでもね、ちょっとね、突っかかった。無理やりいけるかって。ごめんなさい。マジでなんでもいいよ。